あの後、再び図書館で本を読んでいたら、すっかり遅くなってしまった。ん？おお、パンティちゃん！キャー！下着泥棒！変態のクズが！そうよ、変態！死ね！待って！ごめん、その下着、僕が干そうとして落としちゃったんだ。見逃してあげてほしい。あの無口なフィッツ様がここまで弁護してるんだ。見せしめとして罰は受けてもらうよ。彼は悪くないと言っているだろ。それともここにいる全員医務室送りになりたいのか。分かったよ。次は容赦しないからね。